お仕事は、ビジターサービスホストっていうのが私のポジションの名前なんですけど、まあ、簡単に言ったらガイドのお仕事で、まあ、日本人のお客さんが来られた時は日本語でもちろんやりますし、でそれ以外の場合は英語でこのミュージアムのことについてで、まあ、大きく言えばオーストラリアのことについてっていうのを、まあ、伝えていく、うん、そういうお仕事ですね。だから結局この国にいる人、オーストラリア人というこの国籍を持っている人たちっていうのは世界中のいろんなところから来ている人たちがオーストラリア人だと私は思うんですね。でもちろんそのもともとこの土地に住んでいるアボリジニの人たちもオーストラリア人で、だから結局私みたいな移民の人がその移民の歴史を語ることはそう不自然ではないかなっていうのが今の私の考えなんですけど、でも面白いっちゃ面白いですよね、片言の英語で。労働する上での権利っていうのがやっぱ日本って暗黙の了解でもう働けるだけ働いて休みないで当然みたいな、それがこっちはね、その休み取る権利っていうのも保障されてるし、取ることに対してみんなが白い目で見ることもないし、やっぱみんな平等に、別にそれがレベルが上の人でも下の人でも平等に休みは休み、こう休みの時は楽しんで仕事のことは忘れてっていうような考え方が日本にはないじゃないですか。だから初めてこっちにここで働き出して1年目に初めて1ヶ月まるまる休んでアメリカ行って日本帰って1ヶ月まるまる休んだりしたのとかもちょっとした感動ですよね。そうですね。いやでもどうだろう、日本が恋しいんじゃなくて日本にあるものが恋しいのかな。日本に帰って暮らしたいっていうほどはないんですよ。ただ日本にいる、私の周りにいた日本の人たちがここにいて、日本にあった食べ物がここにもあったら私全然ハッピーかなっていう感じですかね。でも今はパートナーが帰ってきたらお帰りっていうし、私が帰ってきたらただいまって言わなかったら言えって言って言って言って帰ってきたからってっていう感じだから、うん、今はあの心地いいホームにいると思ってますね。でも他のホームが恋しくなる時もたくさんあるし、うん、でもこの先も多分新しいホームが増えていく可能性が全然あるから、そういう場所増やしていくのは全然私の中で楽しみだし、うん。